テレジーン強制収容所の門アウシュビッツ強制収容所のアーチの門働けば自由になるはそもそもは19世紀後半のドイツ人作家が用いた小説のタイトル20世紀前半ナチス政権がユダヤ人を収容する強制収容所のスローガンを呼び強制収容所の門のアーチの文字に用いたことで幅広く知られること,となったなおこれは定約があるわけではなく 働けば自由になれる。労働は人間を自由にする。労働で自由を得られる。労働は自由への道。労働すれば自由になれる。労働は自由のもとなど、様々に訳される。19世紀後半、ドイツ人作家ロレンツ・ディフェンマッハが、小説のタイトルとして用いたのが最初とされる。20世紀前半、バイマル共和国記にこの標語が用いられたが、この際は、 失業対策として示された公共事業拡充に対しての表現であった。1933年に政権を獲得したナチス政権がこの語を強制収容所に用いるようになり、多くの強制収容所の門にこの文言が記された。収容所にこの語を掲げることを提案したのはアルベルト・シュペイヤであったが、彼のことによると当時よく知られた労働標語を掲げたに過ぎないとしている。 2021年1月、アメリカ連邦議会議事堂の襲撃の際に、ボートの一人が、働けば自由になるとの標語を掲げた T シャツを着ていたことが判明。後日、暴力行為と治安便乱行為、不法侵入した容疑などで、男が逮捕されたが、アメリカのユダヤ人社会の反発と同様を招いた。ありがとうございます。